よお前ら、俺様だ。今日も最後、ボーボー持ってますね。はい、今日は2019年9月22日です。ここは茨城県霞ヶ浦市、国道6号、水戸街道沿いのね、ウィンターバラーメンっていうラーメン屋ですね。ゲームセンターと併設されてます。ね、ユニロー土屋店です。まあ、映ってないですけど、看板、地盤屋ですね。はい、今日はね、俺様ね、ちょっと用事があるんでね、毎年ね、ちょっと茨城県のね、北の方、山の方にね、行く、まあ、行事、まあ、とある団体のね、イベントがあるんですよ。まあ、それに参加するためにね、今から向かいます。で、本当は2泊3日だったんですけど、昨日はちょっと用事があったんでね、行けなかったんで、まあ、今日から行きますということで、まあ、車じゃなくて、まあ、電車も一応あるんですけど、不便なんで、車、レンタカー借りましたね。はい、土浦で帰りました、今回は。あの、うちの近く、まあ、俺様がどこに住んでるか個人情報だから言わないですけど、うちの近くでね、借りたかったんですけど、いっぱいだったんで、しょうがないんで、土浦まで電車で行ってね、土浦でね、帰りました。はい、で、土浦のね、市内に、アジセンっていうね、ラーメン屋があるんですけど、そこに食べようかなと思ったんですけど、ちょっと見つからなかったんで、で、いつも通りね、今回もカーナビつけてないんで、わかんなかったんで、まあ、しょうがないから、水戸方面とりあえず向かって、このユニロー、ウィンタマラーメンにね、寄りましたってことです。はい。じゃあね、見たこと喋ってないで出発しましょう。ここね、時間もね、もう、今何時だろうわかんないけど、順に過ぎてて、ちょっと予定より遅れてるんで、とりあえずね、水戸の方に向かいます。水戸を通ってね、水戸から大子町ってところですね、茨城県の、まあ、ほぼ福島の方です。に向かいます。はい、国道6号線水戸街道です。車が結構走ってますけど、日曜日なんでね、まあ、車通りは結構多いですね。銀玉ラーメンはね、あのなんか相当昔にね、行ったことある、子供の頃かな、多分ね、まあ、ここじゃなくて別のとこですけど、でそこではなんかね、あれですね、外国人のカップルが普通に店内でキスとかしてたり大騒ぎしてました。あの、行かせてくれるみたいです。
CM でちっちゃい子供が庶民の味方スーパーにその海苔極みを買いに行くんですよ。で店員のおばさんに極みくださいとか言うんですけど、普通でも極みくださいじゃなくて海苔くださいだよね。それでなんか通じる店員もすごいですね。まあ、それ宣伝 CM だからまあ当たり前なんですけど、そうちょっとあまり現実的ではないですよ。ちっちゃい子供が、ね、そんな有名でもないブランド名、海苔のブランド名さ名指しにしてそれ極みくださいって言われてもなんだこのガキって普通思いますよ。ここなんかラーメン屋ですね。濃厚タンメンって書いてあります。濃厚の方で千葉にあるです。車今日多いですね。今日っていうかまあ普段こう通んないからわかんないですけど、なんか多いです。僕は多分普段から多いんですからね。一応主要国道なんで茨城県の南北、まあ、東京日本橋からつながってますね。日本橋から仙台まで行ってる道なんでね。あ、ライトテラシーが来ました。ライトテラシー、昼でもライトテラシーです。嫌がらせ、嫌がらせではないと思う。ライトテラシー、あの人の面白いんだけど、なんか、ね、あれですね、ずっと見てると頭おかしくなるからね、気をつけないといけません。乗客を装った仲間が 2,30 人かもっといます。イントネーションが毎回同じなんですよね。あのゴロつきとかね、酸っぱいとか、床屋は酸っぱいとかね。そう、床屋は酸っぱい、酸っぱい、なんで毎回酸っぱいって言うんだろう。でもたまにちゃんと酸っぱいって言ってるよね。アホの道路で路面が地盤があるようです。塩田石岡インターまであと2キロですね。まあちょっとね、時間予定より遅くなっちゃったから高速使おうかなと思ったんですけど、別にそんな急いでないんで、でも別にね、まあ合流する人たちがいるんですけど、特に別に俺様のことを特別待っていることはないと思うんで、高速は使わずこのまま6号で行きます。高速高いからね。これ軽自動車だから普通車よりは若干安いですけど、でも高いんでね。下で行きます。はい、ライト照らし、チバニアン色ですね。ね、そう、事故防止のためにはね、夕方は早めにライトテラシーした方がいいですね。よくあれですね、警察署とか防犯協会のポスターに書いてありますよね。夕方は早めにライトテラシーして、あいいおさんに嫌がらせしましょうって、嫌がらせしましょうと書いてないけど、あ、そう、今日千葉県連れてきたんだけど、千葉県ちょっとカバンレジ袋に入れたままが、ちょっとカバンに閉じ込めたままですね。助手席に乗せようと思ったんですけど、まあいいや、後でどっか止まったら乗せます。ジバニャンとドライブしようと思ってね。ラーメンも結構濃いんでね、喉が渇きました。まあ、水は何杯も飲んだんですけど、でもやっぱり喉は渇きますね。昨日ね、あれですよ、ちょっと一日中用事があって、夜中帰ってきたの、夜中なんで、ね、ちょっと疲れてます。まあ、ちゃんと寝ましたけどね。
のさ、東京方面は空いてんだけど、俺様が行く水戸方面はなんか混んでますね。なんでこんな混んでんだろう。嫌がらせかな。あれかな、集団ストーカーが俺様を行かせないようにするためにわざと仕込みを使って、なんかラジコンですよ、ラジコン。車いっぱい用意して渋滞させる嫌がらせをしてるんですよ。道並びですね、これは。道並び、おかしいでしょ。こっちのさ、ね、上りかな、上り方面、東京方面はこんな空いてんのにさ、なんで俺様が行く下り方面はこんな混んでるんだって。これは嫌がらせですね、集団ストーカーによる嫌がらせ。気違いあんまり言ってるとちょっと本気にされると困るからやめておきましょう。
ように見えるけどね。気のせいかな。あれかな、高速の入り口のとこが混んでんのかな。ああ、なんかさっき言ってんじゃんこれ。なんでここがこんな道路のとこ走ってたのか、相当遅い車がいたのかなんか知らないけど。燃やす。